こんにちは、サードラです。今回はシーズン3のアップデートに対応した太刀を中心とした近接武器の無属性と各属性のおすすめの装備構成をまとめてご紹介させていただこうかなと思います。じゃあ早速本題に入っていくんですが、こちらですね、太刀括弧近接装備構成ということで今回まとめていまして、いつも通りですね、現在連成がマイセットに紐づいてくれないので汎用型って言って、とりあえずこれを組んで武器だけで持ち帰ればいいよっていう構成と、あとは各属性ですね、無属性と、火属性とか、水属性とか各属性の構成っていうのを全部ね、期待値計算してまとめています。で、今回に関しては各属性の連成なしバージョンと連成ありバージョン、あとは、歌方の前型と鬼火型ですね、っていうのが新しく組めるようになっていますので、この4つの構成ね、全部期待値化して比較もしていきますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。で、今回も前回と同様ですね、太刀括弧近接装備構成っていう書き方をしているんですが、この理由としては、僕がね、メインで使っている近接が太刀になりますので、今回ね、太刀をベースとして構成は組んでいます。ただ、例えば体験の SP 強化とかジャスト攻撃ですね。あとは双剣の強化持続とか、片手剣の傾向とかをね、採用しない場合は、この構成をね、そのまま使っていただくことができるかなと思います。で、あと、今回の各構成に関しては、括弧内に汎用型ですね。こちらの構成の、早期活性の維持率が 100% の場合と 53% の場合の期待値っていうのを入れています。で、ここの 100% と 53% の2つを入れている理由としては、早期活性が、ここのね、維持率になることが多いんですよね。理由としては単純に SP が満タンで戦闘を開始して20秒以内に終われば、維持率が 100% になりますし、1回 SP を消費したとしても、再度ね、SP が満タンになることで、75秒分の40秒ね、早期活性が発動したっていうことになります。ってなってくると、維持率が 53% だよねっていうことになりまして、この値が75秒の戦闘においても、150秒の戦闘においても現実的というか、かなりね、頻度の高い維持率になりますので、この2つの値っていうのを、各構成の期待値をね、出した横に汎用型っていうことでね、こちらの構成の値っていうのを入れています。で、例えば、火属性でお話をしていくんですけども、見ていただいてわかる通り、火属性専用にね、構成を組んだ場合の期待値がここになっていまして、これも同様ですね、早期活性が 100% の場合と 53% の場合で入れているんですが、その横に書いてあるここの値ですね、見ていただいてもわかる通り、汎用型とそんなに変わらないんですよね。150ぐらいしか期待値が変わらない状態で、今回ね、汎用型を組むことができていますので、正直マイセットに連成がね、まだ紐づかないので、その間はね、この汎用型を組んで武器だけ持ち帰るっていうのが、個人的にはいいかなと思っていますし、僕もね、一旦ここを目指そうかなとは思っています。っていうのがね、今回の表の見方になっていまして、じゃあまずその汎用型からね、ご紹介をしていくんですが、装備構成は上から、プケプケアシュの頭、ラージャンの胴体、ラージャンの腕、リオレイアーシュの腰、クルルヤックの足となっていまして、憑依連成は今はつけれないんですけど、鳥海神を4つ、見切りを1つっていうのが、汎用として期待値をね、一番高く出すことができました。で、発動するスキルは、連成なしの場合は、見切り4弱特に冬季活性3ですね。連成ありの場合は、見切り5、鳥海神4弱特に冬季活性3となっていまして、ここの鳥海神に関しては現在ね、連成ができないので、鳥海神が足りない分は弱点特攻とか連撃とかね、闇討ちで代用していただければなと思います。理想がね、ここになるっていうだけなので、鳥海神足りない分はね、現状連成できる火力スキルとか快適スキルでね、一旦は代用していただけるといいかなと思います。じゃあ次に各属性の構成ですね、無属性からご紹介をしていくんですが、武器はおすすめとしては無属性というかね、爆破属性にはなるんですが、汎用武器っていう扱いでテオテスカトルがいいかなと思います。で、連成なしの場合の構成は上から陣王がラージャン、リオレイヤ、陣王がっていう構成にしていただいて、スキルは連撃を5つ、冬季活性が1つですね。この場合の期待値が、冬季活性が 100% の場合は2884、冬季活性が 53% で2761となっています。で、ここの汎用型の構成ですね、の連成なしになりますので、ここのね、スキル構成で組んだ場合に関しては、2753と2537となりますので、正直ここも130ぐらいしか差がないですよね。なので、武器ごとにね、装備構成入れ替えるのがめんどくさいとか、マイセットがまだ現状紐づいていない状態なので、そういった場合はね、ここの汎用型で使っていただくのがいいかなとは思います。で、次に連成ありバージョンなんですが、これは武器は一緒ですね。テオテスカトルで装備構成はプケプケアシュ、ラージャン、リオレイアシュ、クルルヤックとなっていまして、連成はきついんですけど、連撃を5つですね。この場合の構成がこちらになりまして、期待値が3579の3299となっています。で、これが汎用型とね、結構差がつきまして、まあ、無属性はね、連撃がやっぱ強すぎますね。値としては3128と2883っていうのが汎用型のね、期待値となっています。で、次に歌方型なんですが、歌方型に関しては、上からプキプキアッシュ、玉三つね、玉三つね、リオレイアッシュ、玉三つねとしてあげて、連星は6つつけれます。三つねのね、胴体が2個連星できるので、連撃が5つ、鳥海神が1つですね。スキル構成は連撃5、弱特に見切りに鳥海神1、歌方支柱3となっていまして、で、歌方の前に関しては、大体ね、維持率が 80% ぐらいで落ち着くことが多いと思うので、その場合の期待値を入れていまして、3407ですね。まあ、なんで見ていただいてわかる通り、やっぱりね、連撃を5つつけた汎用型の方が、まあ、わざわざね、回避を3回する時間がなくて、その分も攻撃できるっていうのも考えると、個人的にはおすすめかなとは思います。で、あとは鬼火型ですね、になるんですけども、構成が上から、マガイマガド、ラージャン、リオレイヤ、マガイマガド、玉三つねとなっていまして、連星はここでマガイマガドの腰が2つ連星をつけれるので、6個をつけれます。で、連撃を3つ、弱特1つ、見切り2つとなっていまして、スキル構成はこちらですね。で、この場合の期待値が、まあ、鬼火の維持が 100% をですね、まあ、15秒以内の戦闘かつジャスト回避をしなければ、3721となっていまして、まあ、この鬼火に関してはね、ジャスト回避で剥がれてしまうと、支柱に活が発動しないとか、まあ、結構ね、維持率が 50% 前後で落ち着くことが多かったので、まあ、その場合の期待値を入れていまして、3422ですね。まあ、なので、期待値が高い順に並べるなら、鬼火型のこの3721ですね。鬼火を採用して、かつ15秒以内の戦闘でジャスト回避をしないっていうのが、一番期待値が高くなってくるんですけども、まあ、正直鬼火は15秒以内に戦闘を終わらせるか、ジャスト回避を挟んでね、鬼火を外してあげないとダメージを受けたりとか、あとマルチだとターゲットがね、こっちに来なかったら、まあ、確定で5回回避行動を自分でしないといけないということになってしまって、かなりね、火力が落ちますので、個人的には鬼火型はね、普段使いにはおすすめしないですね。まあ、ジャスト回避する前提で15秒以上の戦闘はね、やらないといけないので、個人的におすすめなのは、やっぱりここのね、冬季活性を採用した普段型ですね。っていうのが、まあ、ストレスもなくね、期待値も高く維持することができると思うので、まあ、個人的にはこの構成もしくは汎用型で武器だけ変えるっていうのがおすすめかなと思います。まあ、歌方型もね、いいんですけど、まあ、タッチの場合、居合とかをね、すると、泡のね、回避のカウントに入ってくれなかったりとか、まあ、そういったところもあるので、まあ、慣れてる方は歌方型もいいと思うんですけど、ただ20秒以内の戦闘においてはね、冬季活性の方がもともとね、もう期待値が高くなっているので、まあ、やっぱりこの構成が個人的にはいいかなとは思います。で、次に非属性ですね。非属性の連星なしは、まず武器はリオレースとしていまして、防具は上からプケプケアッシュ、リオレースアッシュ、ラージャン、バサルモス、明けのシルムですね。スキル構成は属性強化5つ、冬季活性2の弱特2となっていまして、期待値が4133の3880ですね。で、これも汎用型がほとんど差がなくて、3935の3627となっていますので、まあ、非属性も汎用型でね、使ってもいいかなとは思います。で、連星ありに関しては、上からプケプケアッシュ、ラージャン、ラージャン、バサルモス、明けのシルムとなっていまして、連星で属性強化を1つ、見切りを2つ、鳥海神を2つですね。この場合のスキル構成が属性強化5、見切りに弱特に鳥海神に冬季活性3となっていまして、期待値が4628の4266ですね。これも汎用型はそこまでね、差が開かなくはなっています。で、次に歌方型ですね。歌方型の構成は、プケプケアッシュ、ミツネミツネ、バサルモスミツネとなっていまして、連星は属性強化を3つ、鳥海神2つ、見切り1つですね。スキル構成はこちらとなっていまして、期待値が4557、で、維持率が 80% の場合が4405となっていますので、まあ、やっぱり歌方型よりも冬季を採用した通常型の方が期待値は高くなってきますね。で、次に鬼火型ですね。鬼火型は、プケプケアッシュ、ラージャン、ラージャン、マガドミツネとなっていまして、連星は属性強化を5つ、見切りを1つですね。スキルは属性強化5、見切り1、弱特2、冬季活性3、鬼火1、支柱2となっていまして、で、期待値が4857ですね。で、鬼火の維持率が 50% の場合は4636となっていますので、まあ、無属性と一緒ですね。一番期待値が高いのは、鬼火の15秒以内かつジャスト回避をしないっていうのがね、一番期待値が高いんですが、普段使いとしてはね、まあ、15秒以内にジャスト回避しないと40ダメージが確定したりとか、マルチではね、ほぼ使えないっていうことになってしまうので、まあ、やっぱりこの普段型ですね、っていうのがおすすめかなと思いますし、あとは汎用型ですね。で持ち帰るっていうのもありかなと思います。で、次に水属性ですね。水属性の連成なしは武器は玉三つねですね。装備構成は上からプキプキアッシュ、ラージャン、リオレイアッシュ、ドスジャグラスとなっていまして、発動するスキルはこちらですね。期待値がこちらになりまして、これも汎用型とそんなに差がないですね。で、次に連成ありバージョン見ていくんですが、上からプキプキアッシュ、ラージャン、リオレイアッシュ、ドスジャグラスとなっていまして、連成はこちらですね。発動するスキルはこちらとなっていまして、期待値は4790分の4415ですね。ここもね、汎用型と150ぐらいしかね、差がないので、汎用型で持ち替えていいかなとは思います。で、次に歌方型ですね。装備構成は上からプキプキアッシュ、玉三つね、リオレイアッシュ、玉三つねとなっていまして、連成はこちらですね。スキル構成はこちらとなっていまして、期待値が4672、泡の維持率が 80% で4516ですね。で、鬼火型は火属性と全く一緒ですね。属性強化のところが火から水にね、変わるだけで、期待値は4953、維持率 50% で4728なんで一緒ですね。鬼火かつ15秒以内のジャスト回避しないっていうのが一番期待値が高いけど、普段使いにね、鬼火はちょっと厳しいので、おすすめとしては、汎用型の冬季活性がね、歌方よりも期待値が今回上がってくれているので、これがおすすめで、もしくはね、汎用型で持ち替えちゃっていいかなと思います。これ汎用型とね、歌方でそんなに差がないのもすごいですよね。ラージャンのね、冬季活性がちょっとね、強すぎるので、個人的にはね、この構成がいいかなとは思います。で、次に雷属性ですね、の連成なしなんですが、今回武器はラージャンと陣容画でね、いろいろ計算をしたんですけど、結論としては、ラージャンの方が期待値が高かったですね。防具は上からプキプキアッシュ、フルラージャン飛びかがち、陣容画としてあげて、スキル構成はこちらですね。で、この場合の期待値がこちらとなっていまして、汎用型とね、ここは200ぐらいの差になっていますね。で、次に連成あり見ていくんですが、これも武器はラージャンですね。で、プキプキアッシュ、ラージャン、飛びかがち、クルル役となっていまして、連成はこちらですね。スキル構成がこちらとなっていまして、期待値が4651の4286ですね。汎用型とは200ちょっとのね、差になっています。で、ここが武器を陣容画にして、超会心型ですね。で、いろいろ比較をしたんですけど、一番ね、期待値を高く出せるのがこの構成だったので、武器はラージャンにね、してあげていいかなと思います。もちろんね、超会心を採用した方で比較すると陣容画の方が高いとかはあるんですけど、最終的にはこの構成がね、一番強かったです。で、あとは歌方型ですね。歌方型に関しては、上からプキプキアッシュ、三つね、飛びかがち、三つね、火属性のね、腰が飛びかがちになってるバージョンで、連成はこちらですね。スキル構成がこちらになりまして、期待値が4541の 80% で4389。で、鬼火型は属性強化のところが雷にね、変わるだけで、期待値がこちらですね。維持率 50% で4653になっているので、これも一緒ですね。鬼火が一番期待値が高いけど、普段使いにはおすすめできないので、普段使いはね、こっちもしくは汎用型で武器を変えるだけがね、いいかなと思います。で、次に氷属性ですね。氷属性は、連成なしは、武器はクシャルダオラとしていまして、構成は上からプキプキアッシュ、ラージャン、クシャルダオラ、クルルヤックですね。で、スキル構成はこちらですね。氷属性はね、氷の豆腐が入っているので結構変わりますね。で、期待値が4261の3927で、ただこれもね、汎用型とそんなに差はね、ないですね。で、次に連成ありバージョンなんですが、連成ありは、プキプキアッシュ、ラージャン、クシャルダオラ、クルルヤックとなっていまして、属性強化を5つつけています。で、この場合の期待値が4995の4604で、汎用型が4763なんで、230ぐらいね、差が開いているんですが、これもね、ただ属性強化をね、5つ連成しないといけないというコストとかも考えると、汎用型でね、担いじゃってもいいのかなとは思いますね。で、次に歌方型ですね。歌方型は上からプキプキアッシュ、玉三つね、クシャルダオラ、玉三つねとなっていまして、連成は属性強化を5つ、見切りを1つですね。で、スキル構成は弱特3、豆腐1、見切り1、歌方支柱3の属性強化5となっていまして、期待値が維持率 100% で4939。で、ここね、試しに、歌方の前がね、60% だった場合の期待値もね、居合がね、回避カウントじゃないので入れてみたんですけど、4610にはなっています。80% の場合は4800とか、それぐらいだとね、思っていただけるといいかなと思います。で、鬼火型に関しては、構成は一緒ですね。で、属性強化のところが氷に変わっていまして、スキル構成はこちらですね。期待値が5000を超えてきます。5126で、維持率 50% で4893なんですが、これも5100と、ここですね、4995でそんなに差がないのと、鬼火はね、先ほどから言ってる通りですね、普段使いには個人的にはね、おすすめをしないので、やっぱりね、こっちの方もしくは汎用型でね、担いじゃっていいかなとは思いますね。で、最後、竜属性ですね。竜属性に関しては、装備がね、竜属性強化で優秀なのが腰しかなくて、汎用型と比較した場合、汎用型の方が期待値が高かったので、もう汎用型の構成をそのまま入れています。で、連星ありの場合は、上からプケプケアッシュ、ラージャン、イビルジョークル役としてあげて、連星は属性強化を3つ、見切りを2つですね。スキル構成がこちらで、期待値が4651と4286ですね。まあ、これも汎用型との差は300以内ぐらいにはね、なっていますね。で、あとは歌方型ですね。まあ、腰はイビル状にしてあげて、連星はこちらですね。で、スキル構成こちらで、期待値が4541、維持率がここも 60% でね、出してみてるんですが、4237。で、鬼火型はやっぱり一番強いですね。まあ、腰マガドになっていて、まあ、ここですね、連星が一緒で、属性強化のところが竜属性にね、連星で変わっています。で、その場合の維持率 100% の期待値が4875で、維持率 50% で4653となっていますので、まあ、他の属性も一緒ですよね。鬼火の15秒以内プラス、ジャスト回避しないが一番強いけど、まあ、普段使いにあまりおすすめができないので、まあ、やっぱりね、汎用型で武器だけ変えるか、この特化のね、投機型を使っていただくのが一番いいんじゃないかなとは思います。まあ、っていう感じで、今までは正直ね、火力に特化させるなら、歌方型をね、使いこなしたのが一番強いっていうね、環境ではあったんですけども、まあ、冬季活性がね、実装されたことによって、歌方型の 100% よりも高い期待値をね、出せる構成っていうのが新しく出てきたっていうのと、あと歌方型だとどうしてもね、3回回避する分攻撃ができないとかね、そういったシーンもあったりとか、まあ、慣れないといけないとか色々あったんですけど、まあ、それに対して結構ストレスなく使えるスキルでね、この期待値を出せるっていうのはめちゃくちゃ大きいかなと思います。で、あとは汎用型ですね。今までは555って言って弱特5、見切り5、懲戒心5をね、汎用型としてお勧めしていたんですが、そこから大きくね、期待値を上げることが今回できるようになっていますので、まあ、やっぱりね、ここの冬季活性の実装は環境としてかなりね、大きいんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございました。これからもモンハンナウの動画上げていきますので、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントくださると嬉しいです。バイバイ。